上村昇は、日本のチェリスト。千葉県市川市出身。父の手ほどきを受け、7歳でチェロを始めるも、2年で挫折。大学進学の際、小学校の時からのめり込んでいたビートルズに憧れ、彼らのようにはなれなくてもジャズギタリストくらいなら、と音楽の基礎を学ぶためチェロで、京都市立芸術大学を受験。10年のブランクがあったが、現役で進学した。 入学を許可してくれた大学には、今でも感謝しているという。京都市立芸術大学で、父の東京音楽学校時代の先輩であり、岩尾本心理言学始終相談のチェリストであった、黒沼俊夫に指示。大学1年生の頃聞いた、ベートーベンの公共曲第9番の、第3楽章を聞いて、音楽を一生続けていくことを決意したという。 1975年に京都市立芸術大学を卒業。1979年京都、東京にてデビュー後アメリカに渡りハービー・シャピロにジュネーブにてピエール・フルニエイに支持する。ジュネーブを中心にフィレンツェ、ベローナ、ローマ、西フランスにおいてオーケストラとの共演、室内楽などで活躍。 1980年8月帰国に帰国し、国内での本格的な演奏活動を開始。1985年、堀正文、清水和音と共にピアノトリオを結成する。1991年、バーツラフのイマン、チェコフィルハーモニー管弦楽団の日本公演ソリストに招かれ、トボルザークの競争曲を演奏。1998年に、京都府民、 ホールアルティの開館10周年を記念して、豊島康史、矢部達也、川本義子と京都アルティ弦楽始重相談を結成し、定期的に講演を行っている。NHK 交響楽団など、国内の多数のオーケストラよりソリストとして招かれている。1999年より、母校の京都市立芸術大学教授を務めるほか、 東方学園大学客員教授や大阪音楽大学、大阪音楽大学短期大学部特任教授として、更新の指導にも当たっている。また、京都市公共楽団ソロ主席チェロ奏者、水戸芸術館専属の音楽団水戸室内、管弦楽団、ATM アンサンブルのメンバー、日本チェロ協会評議員を務める。京都市文化功労者。使用楽器は、 1700年生、待ってオゴフリラーである。ありがとうございます。